1908年に世界で初めてライフセービング大会が開かれたシドニー近郊のマンリービーチライフセービングは一般的に水難事故の防止や一時救命招致をボランティアで行う社会活動である。その訓練、技術をスポーツにまで昇華させたものがスポーツとしてのライフセービングである。選手はライフセーバーと呼ばれる人命救助の技術向上。 海のシーズン直前やオフシーズンのトレーニングを兼ねてサーフライフセービング技術を競うスポーツとして誕生した。ライフセービングはサーフライフセービングの発祥の地であるオーストラリアのニューサウスウェールズ州を中心に発展し現在ではオーストラリアの国技となっている。そのため日本でも競技名や使用機材などは英語をそのままカタカナ化したものが多い。 海で行うオーシャン競技として始まったが、後にプールにおける救助を想定したプール競技も行われている。ライフセービングと他のスポーツが異なるのは他人を任せて勝つことではなく、オーシャン反則もライフセービング活動に即している。出来者のサインを確認せずに飛び込む救助者がアシスト要請の合図を忘れるというありえない状況は失格となる。 レスキューボードを手から離してしまう。マネキンの鼻や口が水中にあるのも救命活動上起こってはならないことで失格とされる。ライフセービング競技では出来者を安全地点へ運んだ時点で終わりだが実際の救助は安全地点に到着後直ちに CPR など一連の救命処置を始める。そのため競技においてもライフセーバーがゴール後に倒れ込むのはルール違反とされる。 オーストラリアニューサウスウェールズ州スルーでのサーフカーニバルで更新するニッパーたち1908年にサーフカーニバルと呼ばれる大会がオーストラリアシュドニー近郊のマンリー海岸で行われたその後オーストラリア国内のみならず世界各地に広がりサーフカーニバルと称するライフセービング大会があちこちで開かれている救命技術の発展や 新しい救助機材の発明に伴い、1920年には、ビーチスプリントとベルトレースが、1946年には、ロングボード、1947年には、ビーチフラッグスとサーフスキーレース、1966年に、アイアンダマンレース、1974年にタップリン、リレーが、競技種目に加えられた。 ロングボードは1986年に削除され、ベルトレースも2007年現在は行われていない。マインリー海岸のサーフカーニバルから7年後の1915年、ニューサウスウェールズ州で初めての州規模大会が開催される。1947年には、クイーンズランド州で州大会。1951年には、 ウェスタン・オーストラリア州大会と徐々にオーストラリア全土へと広がっていく。そして1956年にはオーストラリアのライフセーバーたちがアメリカ、イギリス、南アフリカ、セーロン、ニュージーランドの選手を招編しライフセービング技術を競う国際招待試合が行われた。1985年からオーストラリアでプロ競技会が開催され始める。 1993年に国際ライフセービング連盟が発足し、1994年より2年ごとにライフセービング世界選手権を開催している。日本では1975年に鎌倉の材木座海岸で湘南指導員協会主催による第1回ライフガード大会が開かれた。現在は全日本ライフセービング選手権と名称を変え、2007年に 第33回目を迎えている。実際に救助で使用するものと全く同じ機材もあるが、競技用に重さやサイズが変えられたものもある。海辺で行われるオーシャン競技は、海の中に入るサーフ種目と浜辺で競うビーチ種目とに分かれる。プールでの水難救助を目的としたものは、プール競技と呼ばれ50メートルプールで行われる。 国際ライフセービング連盟が認定している種目は、オーシャン競技12種目、プール競技10種目、シミュレーテッドエマージェンシーリスポンス競技1種目である。各競技の図解を参照サーフ種目ビーチ種目各競技の図解を参照2008年度世界選手権が開催される、ドイツイコールフォアポンメルニ州、バルネミュンで海岸1993年に、国際組織である。 国際ライフセービング連盟が設立され、翌年1994年より2年ごとに開催されている世界で最も権威ある競技会。開催地によって開催月が変わる。国別にオーシャン競技、プール競技、SRC 競技の3種類すべてを競い合う。日本全国規模の公式競技会は、全日本、インドア、インカレ、サーフカーニバルの4つ。 ライフセービングが人命救助に発症を持つ競技ということから日本ライフセービング協会では海水浴場等で監視及び事故予防、救助に従事した者にしか競技参加資格を与えていない。ライフセービング活動の歴史が長い神奈川県はオーシャン競技とプール競技療法で小中学生も参加できる県大会を開催しており育成プログラムが充実している。 またサーフスポーツが盛んな土地柄であり、日本ライフセービング協会に正式登録した大学が3校、一般クラブが15もある上、藤沢市の片瀬西浜をはじめ競技会の会場となるビーチも多く、競合ライフセーバーが多数生まれている。日本で最も権威ある公式大会。略称全日本。 日本ライフセービング協会主催で毎年9月から10月にかけて行われるオーシャン競技大会。海水浴シーズンが終わった直後の9月に東日本と西日本でそれぞれ地区予選が行われシーズン中に鍛えた成果を発揮する。予選を通過した選手と前回大会の上位入賞者に競技資格がある。過去1年間にライフセービング活動をしたものしか 参加できない。第33回となった2007年度大会は10月6.7日に、藤沢市、片瀬西浜で行われ、50チーム1015人が参加した。レスキュー2008へ出場する、日本代表選手の選考競技会を兼ねていたため、熾烈な戦いとなったが、台風のため3種目が中止された。総合優勝は西浜 SLC、略称インドア、 15歳以上のもので、過去1年間に25時間以上活動した者が、参加できるプール競技の公式大会。2008年5月17.18日に、第21回大会が開催され、総合優勝は、日体大 LSC 準優勝大竹 SLC。19歳以上の大学、専門学校に在籍するもので、なおかつ過去1年間にライフセービング活動を、 行ったものによる、オーシャン競技の公式大会。通称インカレ。第28回大会2013年9月男子、優勝日本体育大学、国際武道大学女子優勝早稲田大学2012年9月、千葉県温宿中央海岸で行われた第27回大会における、総合優勝は、男子が、日本体育大学ライフセービングクラブ、女子も同じく、 日本体育大学ライフセービングクラブアベック、優勝を成し遂げた。全日本学生ライフセービング選手権大会をおいて、大学ライフセービング界の草分け日体大が、競合で、打倒、日体を掲げる東海大学湘南校舎、ライフセービングクラブ国際武道大学順天堂、大学国士館大学日本大学が追う。女子は、 日本体育大学、東海大学湘南校舎、ライフセービングクラブが、通算優勝9回最多で、続いて、東京城市体育大学ライフセービングクラブ、早稲田大学ライフセービングクラブでそれを追う。2010年2月には、静岡県の古橋博之新、記念浜松市総合水泳場にて記念すべき初の、第1回、全日本学生ライフセービングプール競技選手権。 大会が実施され男女とも日本体育大学がアベック優勝を果たしている。男子の準優勝は東海大学湘南校舎ライフセービングクラブ女子の準優勝は日本女子体育大学ライフセービングクラブ。別名は2006年までジャパンサーフカーニバル2007年より DHL サーフカーニバル。略称はサーフカーニバル。海水浴シーズン前に 技術や団結をさらに確固とするため、毎年6月頃に開催される。2007年度は6月2.3日に開催された。種目ごとに上位8名個人を表彰するため、総合優勝はない。世界選手権に出場するレベルのライフセーバーで、あっても、消防士や警備員や一般会社員などの本職、あるいは芸能活動や、 アルバイトなどの副業で生計を立てており、通常大会の遠征費用も自己負担である。日本では、大学のライフセービング部へ入部後に、ライフセービング活動を開始するのが典型的なパターンであるため、ライフセーバーには大卒者が多い。小、中、高校で水泳部に属していたものが多いが、日本代表レベルの選手や、プロライフセーバーには高校まで泳げなかったもの 他のスポーツからの転校組もいる。プロライフセーバーとは、救命活動のプロではなく、ライフセービングにおけるプロ選手を指す。現時点では日本にライフセービングのプロを育成する、企業やクラブ、プロスポーツシリーズ、賞金の出る大会などはない。そのため日本人、プロライフセーバーという時には、海外のライフセービングプロスポーツシリーズに所属したことがあるもの。 大会で賞金を得たことがある者など選手として報酬を得た者を指す。2007年現在、日本人プロライフセーバーとしてメディアに紹介されるのは以下の4名。ワールドゲームズ2001では記念切手が発行されている。ありがとうございます。